皆さん、こんにちは。こんにちは。BDS テクニカルスクールの井田と申します。はい。BDS バイクセンサー、イメージがある竹川優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、こちらの車両もですね、あの、はい、小林由紀さんが今日ご不在ということで、はい、あの、私たち二人でちょっと頑張りたいと思います。はい。レアな二人コンビで頑張っていきます。いきます。はい。ということで、はい、こちらの車両は KLX の 230S ってことですね。S, S。<S で、 えっと、この車両も、あれですよね、例のごとく。そうなんですよ。まだ<う>今日時点ではスペックが分からないので、皆さんにね、この動画配信をお届けしてるときには、ね、多分このあたりかで、出る。ここか。この辺りか。どこか。どこかに出てます。ます <laughs> はい。はい。なので、あの、数字的なことはごめんなさい。ちょっと今日はね、分からないので、はい、まあ、僕わ、私たちがね、あの、一緒に、感覚で。 またがったりとか、見たりとか、触ったりして、はい、こうなんじゃねえか、ああなんじゃねえかっていう感じになります。はい。と、はい、いうことで、これもね、あの、サイクルショーの時におそらく、展示とかね、あって、えっ、ー、と、まあ、画像とかでね、見てる方いると思うんですけれども、はい。えっと、前回の、まあ、結構前にですよね、230が出たと思うんですよ。230。そのね。で、あの時の僕の印象としては、まあ、初代の230ね、やっぱりヘッドライトがすごいでかかったと。<laughs> 昔のね。はい。 あの、ヘッドレイトのデザインが全然違ったんですよ。そうなんですかこのデザインとは全然違う。全然違ったんですかそれが、ものすごくかっこよくなったと思います。<laughs> まずね、僕の印象ですけども。うん、あとは、他のモデルと同じように、やっぱりシートレールと今回のモデルの共通するところで言うと、なシートレールが、やっぱりちょっと新しくなってるのと、まあ、シュラウドのデザインが、ね、はい。まあ、新しくなってるってところが、もう大きいんじゃないですかね。はい。あと、コンペモデルでも、 アルミも、ね、スイングガーも使ってたんで、まあ、それと同じ形式のものが、まあ、使われてるってところが大きな違いじゃないですかねはいでオフロードのバイクってどうですう竹川さんってねちょっとレースやったり、はい、オフたまに行ったりするけどこういう大きいのはあんまり乗らないですよね初め,て初めてまたがるかもしれない,ぐらい初めてまたがるかもしれない動かしたことはないですねなるほどなんかやっぱりちょっと足つきが、ねはい、まあちょっとそうっすよね どうしても、なんだろう、不安だと、こう、オンロード走るのもすごく不安だし、さらに慣れてないオフとなると、はい、やっぱ怖いなっていう感情が強くなっちゃうので、そうっすよね。ちょっと挑戦してみようって思ったことが今までなかったですね。はい。で、今回のこの車両って、はい、車名に S ってついてるんですよ。はい。で、S ってついてるんで、ちょっとね、だから以前のものに比べると、シート高は結構下がって ポイポっぽい。ぽいぽいあの、明確には言ってないですけども。はいうん、で、もう一個、また別のモデルが出るかも。だから、コンペモデルは結構車高も高いし、S, <も> <S, S が付いてないモデルも、はい、あの、川崎モータースジャパンさんの、あの、ホームページとか見ると、なんかそれっぽい写真が出てるから、はい、まあ今日用意したのはね、230S ってことなんで、ちょっと多分、シート下がり気味の味モデルじゃないかって。 じゃあちょっと早速ね,、はい、ねまたがれるので,そうです、ね、足つきいきまね足つきはいじゃあ私じゃあとりあえずね私もちょっととりあえずまたがりましょうかねはいでオフのバイクってまたがるときまあ結構ね沈み込みが大きいオートバイってサイドスタンド払ってから乗らないと、うん、結構サイドスタンド払えなかったりするんですよあれまず、あ、ちょっとね私ビビってるんでちょっとね最初ねサイドスタンド払ってから乗りますねはい そうです。あ乗っちゃえばでも私身長で言うとね177あって、はい、体重77とか8とかそこら辺行ったり来たりしてるんですけど、はい、でも足つきね悪い感じはしないですあの普通の,あのガチガチな、ね、オフロードモデルに比べるとってところですねはいあとまたがってね印象っていうか目に入ってくるのがハンドル周りですけれどもさっきねあのシェルパっていうのねちょっと乗って またかったんですけど、はい、やっぱ、ここの作りはやっぱ違いますね、シェルパーとかね。まあ、どちらかっていうと、ね、あの、テーパーハンドルとか使わないで、うん、あの、ブリッジハンドルって言ったらいいんですかね、あの、補強が入ってるハンドルになってて、うんはい、まあ、実際にオフロード行くって言うと、ここにいろいろ、あの、スポンジ巻いてね、走るんって感じですね。うんはい、じゃあ、今度は、竹川さんね。はい。ちょっと乗ってみましょうか。身長が162センチ。また下が70センチ以上ですね。はい。 ちょっと私はちょっと不安なんでまたがってから払います。よいしょ。どうですかね体重があんまり痛くないんですけど、<laughs> 50キロ以下なので、どうですか沈んでます。まあ沈んでるけど、うん、足つきどうです ちょっと、やっぱり、車高が高いので、こう、なんだろ、起こすときにすごい不安で、足がつかない。ああ、離れてるみたいな感じで、またがった感じですね。で、今、両足一応ついてはいるんですけど、つま先、頑張ってついてます、みたいな。もうちょっと前に座れば楽なのかな。うん。 この辺ですよね。座る位置合ってますかまあそうですね。大体大丈夫ですよ。頑張って、つま先ついてます、はい、でもまあ両足つくってことですよね。両足つけますね、まあ。海外のオフロードモデルだと両足つかなくて片足もこうね、こうなっちゃうのが結構多いですから、まあそれと比較すれば、だいぶ足つきというか、まあ見た感じ結構あの、車高が低めなイメージかな。 っていうのは、まあ私のは私印象ですねこのステップの踏み替えですね、うんあの。大きくお尻をずらしてあげなくても、うん、私でも踏み替えが一応できる許容範囲内。で、しっかり足ついてあげたいなって思ったら、まあちょっとお尻ずらしてあげたら、うん、まあ楽勝に足はつくので、ね、そんなでも大きく、 極端にずらしてるみたいな。うん,うんうん。とはないようには思えるんですけど。はいはいはい。はい。なるほど。ハンドル位置も、そんなに悪く、なく。悪くない。ちょうどいい。悪くない。悪くない。<laughs> 言い方が、ちょっと悪かったですね。<laughs> カット <laughs> ハンドル位置も。しっくりくる。 ハンドルいっても自然で、ちょうどいい感じで。はい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 。あ、今、やっと井田さんがさっき、グリップが優しいって言われてたことが、よく、はい、そう。わかりました。ね <laughs> そ,うそうそう。はい、ね。ごめんなさい。さっきね、ちょっとダブルの話。ダブルの話,、ね、<laughs> <laughs> の話で <laughs> そう。お風呂ーモって割り、割りかし、あの、グリップが硬くて、はい、滑り止めが結構ガッツリ効いてる感じ、ね。しっかり効いて。うん。 感じがしますねであの、まあ、シチュエーションによってもしかすると競技やるっていうとやっぱこっちの方がもしかするとあの向いてるのかもしれないですねはいで、うん、スタンドを出しますよいしょ結構出しやすかったちょっと大変ですね やっ,やっぱりちょっと。あのね、見た目がね、結構かっこいいんですけど、やっぱりこれがね、上がってるから、はい、結構本気で足上げないと。ね、足上げて。結構本気で足上げないと。かっこいいやつですよね、こうやって足上がったら。こういう感じで。私的にはね、はい、そ,そこまで、ね、重さは感じないですけれども、はい、まあでもコンペモデルに比べるそれはちょっとね、まあしょうがないと思う。うん、いろいろついていくからね。こうやって傾けてって、 傾けてあ、重さをね。あ、でも、結構あれですよね。はいはいはい、はい。ああ、はい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 。まあ、はい、でもここまで傾けても、はい。まあ私の場合だったら、リカバリー全然できますよ。できる。結構できる。だから、このリカバリーのしやすさが、はい。あの、まあ、これよりも例えばアドベンチャー、ビッグアドベンチャーとかって言われてるモデルになると、 車高が高くて、本当に、あの、重心が高いので、自分で起こせないとかってことがあり得るんですけども、これはなんか、だね、なんかあっても、起こせなくてやばいってことはなさそう。ね。はい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 。もいいんじゃないですかね。だから車高もちょっと低いしね。私もちょっとやりますか、はい、私も、まだまだ鍛錬が必要かもしれないんですけど、はい、ちょっと一応ね、 サポートします、はい。サポートお願いします。あ、なんか結構重さ感じるけど、確かにここまで来ても。耐えられるよね。今支えてもらってるだと思ってた。支えてない。<laughs> 耐えれますね。これ耐えれる。結構だから、足つきが悪かったりとか、あのね、うん、足場が悪い時にちょっと、おっとっとってなるじゃないですか。おっとっとってなるんですけど、 木田さんみたいに、ものすごくは倒せないですけど、私もこれぐらいだ倒れぐらいだったら、リカバリーできますね。はいはいはい。はできた <laughs> これね、ちょっと、ここね、はい。じゃあ、いろいろね、ちょっと、見てきましたけれども、うん、はい。まあ、新しくなったんで、はい。やっぱりいろんなところ、良くなってると思うんですよね。 はい、でこのやっぱりエンジンの基本設計がすごくいいのであのこの手のエンジン積んでるオートバイ結構乗り味とかまあ個人的には結構乗ってみたいですね楽しみですねえー、と、まあ、試乗する機会もなんかメーカーさん作るって言ってたんで、まあ、タイミングが合えば、まあ、私もしくは小林さんとかねあの、はい、多分撮影すると思うんで楽しみにねしていただきたいと思います。はい、はい、ということで、えー、KLX の 230S ね非常にね あのいいバイクだと思いますのでもしお風呂と興味ある方はこちらもね選択肢の一つに入れていただけるといいと思います。はいはい、ありがとうございました